い、佐藤あやみでーす。ただいまですね、妹のはっちゃんの愛車シビックに乗ってドライブしてるんですけど、ウィズはっちゃんです。隣に今はっちゃんがいます。カメラマン兼しゃべり屋一番兄弟の中で静かなんですけど、はい、今日はしゃべり屋担当ということで、はい、隣に乗ってもらってます。そんな感じで久しぶりのシビックちゃんなんですけど、今日はなぜはっちゃんとシビックに乗ってドライブしてるかというとですね、なんとこのシビックちゃんとお別れということで、手元になくなるわけではないんですけど、乗らなくなるので、私も実質はこの車も運転するの最後という。寂しいね。だいぶこれ何年乗ったかやの、でも4年とか4年そんぐらいかな。まあ割とおったよね、うん、4年ぐらい。コペンの後やもんね。コペンの後、そうやね。なんで、まあ、4年ぐらい乗ってっていう感じで、まあ、結構思い入れのある車なんですけど、いろいろ行ったしね。うん、ね、だけすっごいなんか寂しい気持ちになりつつ、まあ、新しい車が来るということでですね、まあしょうがないよね、お別れもね。まあ、そんな感じで思い入れのあるはっちゃんのシビックに乗って、はっちゃんと一緒に、まあ、思い出に浸りながら、いろいろと喋りながらドライブしていこうかなと思います。いや、なんかさ、最初さ、うん、シビックが来た時、うん、で妹がシビック買ったよみたいなって言ってさ、家に来た時さ、うん、まあ、こんな風に全然カスタムもしてなかったやん、うん、もうありのままのシビックやったやん、昔のままのっていうと、うんうん、だけんさ、うん、結構さ、なんかレトロやなって思ったんよ、うん、なんつうと味のある、うん、ね、うん、なのにそれがどん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 見た目もさ、それこそリップつけたりとかさしてきたやん、うん、めちゃくちゃホイールもね、いっぱい変えてきたよね、うん、そうそうそう。だけなんかそういうのでどん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 いかつくなってさ、ほんとさ、思い出が蘇るよね。そうやね。ああいうシビックもおったなみたいな、あんまりこう運転しにくいシビックとかタイヤがでかすぎてでね、ホイールもめっちゃかっこいい。レイズのさ、ゴルクレーシングよね。うん、そうそう。あれね、あれにやっとったりとかさ、うん、あれもかっこよかったよね。そう、だけどちょっとでかすぎて。うん。あと車高がめちゃくちゃ下げすぎた時とかね。あ、 あったあった。あったよね。うん、あれ、乗れたっけな、あのホイール。バリガスったよね、あの時。乗る時もさ、ガスガスとかなるのめっちゃ怖かったもんね。そうそうそう、うん、いや、懐かしい、なんか本当に。こうやってしたらシートも全然違うしさ。そう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 。これ S2000 のシートっけ？そう、S2 のシート。そうよね。なんか、うん、視聴者さんがこの間、うん、シート S2 のだって、コメント、そうだけ分かっとうけ、ね、すごいと思って。そうそう。全然もうね、内装の雰囲気も変わったもんね。うん、全然違うよね、これがあるだけで。で、うん、ステアリングもナルディのね、うん、やつつけてみたいな感じで、本当にね、進化をどん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 遂げていって、乗り味もその度その度違うし、うん、っていう感じでね、うん、でもやっぱさ乗ってみて思うけど、今日もクラウンスポーツで妹のとこまで来てっていう感じで合流したんですけど、クラウンスポーツってさ、うん、目線高いやん、やっぱ SUV やけん、うん、それに比べてマジこの低さやばいね低いよね。 BRZ よりも低いもんね。嘘、低い低い低い感じする、めっちゃなんか車も平べったいしね、ちょっと、ね、そう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 だ、そう、ほんとそんな感じ、うん、平べったくてまっすぐな感じせん？地面が見えやすいね。見えやすいよね。だけどなんかすっごいよりさらに地面を走っとる感じがすっごいよね、この車、うんうんうん、超車高低いというか目線が低い、うん、クラウンからこっちに乗るとめっちゃ低い、よりね、うん、BRZ からこっちに乗ると言うてそこまでやけど、うん、クラウンからやっぱ乗ると低くってなるよね、うんうん、いやー、ちょっと寂しくなるな本当に。シビックさ買うときさ、うん、もう絶対シビック乗りたいみたいな感じで買ったん？最初はそのシビックのハッチバックが良くて、うんうんうん、でずっと探しよったけど、うん、なんかなかなかいいのがなくて、それでなんかたまたま知り合いのお店行ったらいいのがあって、めっちゃ綺麗で状態も良くて、うんうんうん、なんかこれ確かワンオーナーでずっとおじいちゃんが乗っとったみたいな、うん、でそれでちょっともう一目惚れして決めたわけね。そうそう、それまであのなんかセダンみたいなタイプがあるって知らんやったし、そもそも、うん、確かにシビックってなんかこういう形あるんやって感じだったもん。そう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 、ね、大体がやっぱハッチバックっていうとなんていうの、うん、そんな感じのね、うん、やっぱ後ろも結構独特な形人やん、シビックって。うん、やけどね、うん、こんな風になんかお尻が出っ張っとうのあるんやって感じ。そう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 。でもいいよね、これはこれでちょっと長めな感じでさ、うんうん、ね、かっこいいよね、うん、形もシルエットもいいよね、スマートで。そうそうそう。しかももうね、なんといっても死角が少ないので、うん、本当に見えやすいよね。見えやすい、めっちゃね、なんかもう、うん、本当に必要最低限っていうと、うん、基本もうフラットやん、全部が、うんうん、超見えやすい。なんか意外と広いもんね。広い広い、全然広いよ、うん、だから5人乗っても全然ね、いけたよね。そう、いけたね。この足回りの感じもさ、うん、なんか固めでさ、うんうんうん、いいよね。乗りやすい、乗りやすいよね、うん、
まあいろいろさ、いじっとるっていうのもあるけんさ、また純正とは違うかもしれんけどさ、なんかステアリングのこう感じとかさ、うん、こう曲がる時の感じとかも好きなんよね。運転のし心地、うん、めっちゃ好き。 いい車やったね。しかも慣れた1990何年やったっけ。 6とかよね、うん、そうよね、そんぐらいやったよね、うん、だけど本当にもう私たちと同世代の車、うん、やん、うん、なんかすごい長い間こんなにさ走れとるっていうのもすごくない？すごい、全然故障とかも。え、ね、してないよね。ない、うん、ね、全然故障もせず元気に走ってるから本当に寂しい、うん、この音が危険くなるという確かに。マフラーも変えたもんね、何回も。そう、何回も作り変えてもらって。そうよね、その度に音がね違ったもんね、うん、全然、うん、でもこの音好き。結構重低音でさ、うん、やっぱ音があったら楽しいもん、ね、楽しいよね、うん、やっぱさ車ってさ、うん、音欲しいよね。音欲しいマジ音欲しい、うん、やっぱマフラー音大事。そうそうそう、ね、結構重低音が好きやけん、うちら二人とも、うん、こういう音がいいよね、しびれるよね。しびれるマジしびれるやん、うん、やっぱしびれる車がいいね、うん、やっぱ乗っててしびれる車がいいよねホイールもしびれるもんね、この車。そう、ホイールもしびれるね。あ、でもそっか、あんまり自分自身はいじらんもんね。そう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 ね、そうやね、うん、でもさ、ここ変えたいとかいう欲はあったやろ。前はね、前はね、うん、でも今はそう、今なんかあれらしい、ちょっと興味薄れてきたらしい、その車自体に。車自体に寂しい、ほら車好きの人たちがみんな、うん、なんでって車より釣りやね。はぁそう、そう今ね、うん、釣りにハマっとっちゃう。ハマりすぎてもうめっちゃ一等だよ釣りばっか。でも釣り行くのにも車大事やけん。そうそうそう、釣り行ける車じゃないと、うん、そう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 、そうやね、うん、釣り具が入る車やね。そうそうそう、確かに。いやー、なんかね、ほんとね、長いことおったけん、コペンより長かったやない。コペンより長いかも。長いよね、うんうん、コペンは結構来てすぐにおらんくなったイメージ。すぐにではないけど、うん、2年2年ぐらいだけ、半分ぐらい違うってことやもんね、うん。え、次乗る車はあれやろ。次はもう、うん、N1。でもさN1 もさ、車好き多くない、乗っとる人。あ、多い。なんか N1 もマニュアルがあるらしい、ね、そうそう、マニュアルあるしね、うん、で限定解除したけんさ、マニュアルに乗るかと思いきやさ、うん、オートマっていうねそうそうそう、でも一応まだマニュアルもね。そうそうそう、マニュアル車もはっちゃんは所有しているので、うん、あの家族でね、うん、はっちゃんファミリーで、うん、マニュアルのマーク2乗ってるので、うん、だからまあマニュアルを運転する機会がなくなるわけではないよね。そうそうそう、結構あるかも、意外と。確かに。あ、もう覚えとかないかん、この走り心地を、ちゃんとお尻で。そうやね、うん、今ちょっと噛み締めおるけんもう何も喋れんくなるかもしれん、噛み締めながらだけんちょっとはっちゃん今日喋り屋やけん。喋り屋走り屋やろ。走り屋走り屋と喋り屋いやー、なんかさ、もういやーばっかり言ってない、さっきからよ、うん、改めてね、うん、しみじみね、思い出に浸りようといろいろ頭で今考えて思い出して、うんうん、寂しいなって。やっぱね、この音が聞こえてくるとね、あ、はっちゃん来たみたいないう思い出もあるけん、やっぱ確かに。まあちょっとスポーツカーというか、スポーツカーではないけど全然、うん、でもなんかこう、こういうね、ちょっとコアな車からは離れるということで、うんうん、またでも欲しい車ができればね、できたら自分で買おうかなって思うけど。う、ね、確かに確かに。今はちょっと、うん、今は釣りらしいので、うん、そうそう。でもまあそれで普通にその興味ゼロになったわけじゃないけん、うん、とりあえずなんかまた乗りたいなと思ったらね、また買えばいいしね。そう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 、そうよね、そういう風にできるけんよね、車ってね、うん、やし今はほら、それこそはっちゃんも子育てして、うん、子供がおってって感じで、子供もね大きくなりようけんさ、どんどん、うん、やっぱ子供中心になるよね、車も。そうそうそう、だけどそう考えたら、その日常的に使いやすい車ってなったら、まあ、はっちゃんと娘が2人でよくお出かけとかするんやったら、もう本当に N1 とかはベストよね。そう、燃費いいし ね。そうよね、うん、確かに燃費の大事やしね。そう、燃費が今一番なんか自分の中で確かに。え、でもそう、うん、シビックも燃費いいよね、このシビック。そう、これも燃費いいけど、うん、やっぱいろいろなんかいじったらちょっと悪くなったみたいな。あ、タイヤ、あ、タイヤとかいじって。そう、なんかタイヤで変わっとるって言ったら。そうなんや。そうそうそう、でも最近さ、なんかあれよね、うん、かっこいい車とかいろいろあるけどさ、心の底から欲しいビビビみたいなのあんまりないかも。あ、ないよね、そこまで。なんか自分の車で結構充実しとるけん、やっぱ BRZ もさ、マニュアルやし、うん、やっぱスポーツカー好きとしてはさ、楽しい車なわけやん、うん、で見た目もカスタムしてとかで楽しいやん、うん、でほら、日常使いはクラウンスポーツでみたいな、うん、あれもやっぱかっこいいしさ、うん、そういうのがあるけん、うん、結構満たされとるけん、うん、あんま他にビビビってこんのかもしれんけどさ、うん、なかなかないよね、意外と。なかなかないね、今なんか、ね、うん、
でもかっこいい車いっぱいあるんやけどさ。そうそう、かっこいいとは思うけど、ね、そう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 。でも今はもう何でも乗れるし、なんかそうよね、うん、そう限定解除したけんね。そうそう、乗り慣れたらまたあれ乗ってみたいとかなるかもしれんけど。確かに。どうする、はっちゃんが次さ、バリコアなマニュアル車買ったらなんかあるかな。でもさ、うん、もう今めっちゃ高い券買えんけど、 S2000 とかさ、マニュアルしかないやん。あ、確かに、ね、あれはちょっと憧れん。限定解除した身からしたらさ、うん、やっぱマニュアルの免許持っとう人しか乗れない車っていうので、うん、憧れはあるよ。まだね、マニュアルはちょっと足が震えるけん。そうやね。そう、まだね、取ったばっかやけんね。そうそうそう、確かに震え上がるよね。そう、でもさ、なんかさ、うん、次旧車欲しいなって思う。でもあの、あ、まあ確かにね、シルビアとか、うん、やっぱ一度は乗ってみたい。乗ってみたいよね、うん、かっこいいもん。180とか、うん、いかつくない？いかつい。なんかいつかそういう車に乗ってみたい。だけどそれこそ FD とかも欲しいんやけど、うん、FD はいろいろ大変って言うやん。大変そう、めっちゃ維持が、うん、そう。でも欲しいなと思う。あとどん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 旧車値段が上がりようけん、うん、そうよね、なかなか買えんよね。逆に今のうちって感じそうやけど、うん、でもシビックのマニュアルはちょっと乗ってみたいかも。あー、いいやんね。なんかさ、試乗とかさせてもらったらいいじゃない。それこそ新しいシビックやったらいける。あー、この同じ方のなんかマニュアル、昔のね。そうそう、確かに。あの福岡近辺の方でシビック EK 乗ってるよって方、はっちゃんにマニュアル運転させてあげてください。お願いします。ちょっと怖いけどね、うんうん、ちょっと足は震えます、うん、足そこは責任持てませんので。あの強化クラッチじゃない人ね。あ、そう、強化クラッチの人はちょっと NC で難しいので、まだ初心者にはちょっと早い、うん、足が震えまくって、もうエンストで進めません。いや、そうよね、強化クラッチとかマジ難しいらしいもんね。いや、やばそう。だってめっちゃ硬いんやん。やろう、硬いって言ったよね、うん、でもさ、クラッチってさ、やばすぎるより多分硬い方が運転しやすくない？え、でもなんか軽トラ乗ってみて思ったけど、軽い方がなんかスムーズやった、うん、あ、まあ、軽くて、うん、そのクラッチのさ、可動域が短い、うん、車とかは結構簡単やけどさ、わ、うん、からんよ、感覚やけんさ。ちょっと詳しい方はね、間違ってたらごめんなさいって感じだったけど、うん、なんか感覚的にその軽トラとかって、うん、あ、でも長いものは長いか、いや、物によるわ。いや、なんか可動域が長いものもあれば短いものもあるけんさ、うん、なんか硬いものやったら、うん、そのなんやろ、ガバっていってしまわんそう。わかる？確かに確かに、わかる、うん、なんか勢いよくガバっていってしまわんけん、うん、エンストしにくそうみたいな。慎重にこう、うん、震えるけど、震える絶対。なんか感覚的に軽すぎるとポンっていっちゃいそうやん、うん、だけどポンってなんかエンスト起こしそうなイメージ、まあね、うん、確かに それもあるかも。なんかストロークが長ければ長いほど逆にさ、うん、なんか自分当たりすぎて出発までマジ1分ぐらいかかるとかありそうやつさ。絶対かかる。でもさ、それが強化クラッチやったらもっと倍かかるか。あ、うん、もっともっとじわーっとなって、じわーっとになってしまってから、うん、足も震えるし、足つりそう。ちょっとどっちにしてもちょっと無理かもしれんね。どっちにしても厳しい。厳しいね、慣れのね、一旦ね。だけどなんかちょっとまだね、うん、そういうマニュアルの仕組みとかもよくわからんけどさ。そう、まだいろんな車乗ってないし、ね、そうね、ちょっとよくわからん。よくわかってないけんね。とにかく何でも震えるよね、今。そう、何でも震える。でも軽トラ運転しやすかったやろ。あ、そう、軽トラだけは震えやったっちゃう。あ、最強やね、軽トラやっぱ。そうそうそう、みんな軽トラで練習するって言うやん。あ、そうなん。うん、やっぱ軽トラが簡単ってか練習にいいらしい、うん、慣れるに。でもあれで慣れすぎるとなんか逆に他の車、あ、そうやね、乗れんくなりそう。そうやね、またちょっと感覚が違うもんね。そうそうそう、確かに確かに。まあでもなんかその感覚を覚えるにはいいかも。だけクラッチの操作の、うんうんうん、なんかこういう風に動かすとか、アクセルこういう風に踏むとか、うん、まあ、アクセルの踏み方わかるけどさ、なんかこうほらギアはこういう風にシフトチェンジするとかさ、うんうん、なんかそういう感覚、一連の流れを体に染み込ませるには良さそう。確かにね、うん、慣れやんだって。慣れやね。まあシビックのね、いつかマニュアルに乗れたらね、楽しいよね、エモいよね。でもシビックも高いもんね、今ね。そうっちゃんね、上がりしとやろ。、うん、EK とかまず人気やけんさ。そう、マニュアルやったら多分特に高いかも。高かろう、ね、絶対高いよね、なかなか乗れんよね、うん、台数も少なそう、分からんけど。少なそうやね、どうなん、でもなんね、あんまあるイメージないもん、うん、いやちょっと今後のはっちゃんのマニュアルにも期待ですね。そうや ねでもなんかやっぱホンダに乗るとなんかいいなって思う、うん、ホンダが。あ、そうやね、だってそうやもんね。そうそう、 N1 もホンダやし。そうそう、あ、そっか、そこはやっぱホンダがいいって感じがあったん。うん、なんか一番いい、ホンダ好きやもんね。うん、まあ、シビックしか乗ってないけど、そのホンダって言っても、うん、まあでもね、一回やっぱこういう風にね、愛着湧くとさ、うん、メーカーにも愛着湧くしね。そうそうそう、わかるわかるわかる、それはあるわ。なんか信頼感もあるよね。うん、あるある。いやー、いいね。まあそんな感じでね、うん、はっちゃんの次の新しい車も楽しみですね。
うん、楽しみね、うん、ありがとうね4年間楽しかったよ、いろいろ出かけてきて。まあ、でもまたマニュアルにさ乗せ替えてまた乗ったらさ、うん、でもこのここら辺がわからんけどどうしたらいい、難しいね、うん、そうやね、うん、乗せ替えもでもできんこともないよね、絶対多分できると思う。そうよね、うん、ちょっとだけ一応その、うん、この子自体ともう本当に完全に会えんくなるわけじゃなくて、とりあえずおるけど、うん、その乗らんっていう感じやもんね。そうそう、もう一旦切れるし、そう、うん、だけその今後はどうするかは考え中、悩み中っていう感じで、まあ、とりあえずは N1 に乗って過ごす、うん、でいつかもしかしたら気が向いたらマニュアルの世界の可能性もあるかもしれないもしかしたらね、ほんのちょっとの可能性ね、うん、でも分からんよ、気持ちはね、うん、変わるけんね、マニュアルにドハマりしてさ、うん、やっぱマニュアル車乗りたいってなったらこの子がおるけん、あ、じゃあこの子ねいじって、うん、そういう風にしようかなとかもできるもんね、うん、そんな感じで、うん、今日ははっちゃんとドライブしました。皆さんもシビックの動画いろいろね今まで見てくださってありがとうございます。ありがとうございます、ね、結構長いこと動画出しとったけんね、みんな見てくれたと思う、いっぱい見てくれとるよね、うん、エモいね、エモい。まあでも動画見たらまた会えるけん、そうそうそう、いや普通に私会いに行けば会えるんやけど、これは、うん、この車体時代には確かに、ね、でもね走ってる様子とかね懐かしいなと思ってね、思い出見れるけんいいよね、うんうん、そうやって、うん、はい、そんな感じです。皆さんご視聴ありがとうございました。ではシビックさよなら、皆さんさよなら、バイバイ、はっちゃん。はっちゃんもバイバイじゃない。はっちゃんもバイバイしてます。じゃあ、また。バイバーイ。